こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演スカの土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、アトムの子第6話いきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。いや、今週もピンチピンチの連続ですけれども、うんなんとかかんとか乗り越えて、そして、ねうん、復活へ向けてっていうところですかね。ね。はい。 なんかでもなんだろうねなんかこうところどころやっぱちょっと胸熱になるもんねやっぱそうですね <laughs>、うん、やっぱ王道の展開強大な敵がいて <laughs> それに必死で立ち向かうっていうね, <laughs> ねう力を合わせてすごいしさクモいけーってなるもんね <laughs> <laughs> いやなりますね <laughs> <laughs> 負けるなーって <laughs>。 そうそうそう。<ー>いやもう、あれなんですよね、もう登場人物たちをこう観客、応援し始めたらもう勝ちですよね。<laughs> もう勝ちだね。もう勝ちだよね,うね。そうね、<ー>クリエイターたちのもう思うツボというか、ねそう、感情移入して頑張れ頑張れ、負けるなって思い始めたらもうね。うん たの思うツボですよね。そうだよね。だって、みんなのこと好きになり、うん、もう可愛くてしょうがないもんね。<laughs> ねあの風間さんとか、あの、絶対性可愛いとかっていう、そういうことじゃないんだけど、でも見てるとさ、めちゃくちゃ頑張れって。可愛いな、うん、頑張れって思うもんね。うん、やっぱね。そうですよね。<の>うん、岡部さんとかもね。そうですよね。うん。やっぱね。 やっでもうね、でんでんさんとかさ、塚地さんとかさ、そうですね確かになんか一貫ありますね。その、なんていうんですかね、愛らしさというか、チャーミングさっていうか、なんかありますよね。ある。ある。そう。はいごめんなさいね。はいえ八分のところ。はい山崎さんと松下さんの、う 二人のこうゲームをさこう見せ合いながらのところっていうか、うん、なんかもう行き詰まってね、うん、なんかそれぞれがこう傷ついてさ、うん、なんか行き先を失いながらの,、うん、の中で行われるつら、ま、い交流でしたよね、うん、あど,どうしようもないっていうだからその共有している背景人生 うん、があるしまあ別れてそ,、まあ、それぞれが、まあ、やってきたことってのがある、うん、でも本当はってちょっと思っているっていうなんかやっぱりいい演技でしたねその辺がにじ、うん、み出てくるような素晴らしい演技でしたねいやそうですよねなんだろうそのゲーム作りがこう100%肯定されないような環境にそれぞれがうんって で、また別の視点を得ていくっていうようなところでしたね。うんうん、はい。はい。で、次が19分。はい。山崎さんと岸井さんと風間さんとの、この、はい、まあ、忍び込んでね。はい。あの、あのお庭にね。<laughs> あのお庭に。元アトムダンクの、えー、あのお庭に。はい。そうそうそう。昔の、まあ、思い出を、まあ、ちょっと話しながらというか、うん、まあ今やってること、ゲームを。 まあ見せながらこれ難しいなっていうところ、うん、なんかこう強い行動があってそれを上回るそのどうしようもないこう現実があってその中で行われているいい交流でしたねいい演技だったんですよね、うん、でなんかやっぱりあのー、全員が この場所にこう執着があるっていう,、うん、うんのがまあこの交流から分かるこの演技から分かるっていう素晴らしいところでしたね。うん、そうですね、うん、目的は非常に近いところなんだけどでもそれぞれに色があってっていうところでしたよね。うん、うん、でその,後のさあのさ、ーまあ、いつもの場所というか、うん、ゲーム喫茶というか、あのー、漫画喫茶か。うん、うん のところにあの岸井さんがゲームをしながらの一人台詞、うん、っていうのもまあ痛々しくって後悔があってっていうのが非常ににじみ出てるような、うん、あ自分にも不甲斐ないしさ、うん、あっていうのがいい演技でしたね。いやそうですね。うん、なんていうんですかね。そう。すごく強い後悔ですよね。自分のせいでこうバラバラになってしまったというかね。そこに強い後悔があるっていうか。 っていうところでしたね、はい、で次が31分。はい、でここ良かったですもね。元アトムのみんなとさ、うん、この新しいゲームのために、こう、一致団結して、道とか、はい、いろんなところをこう、うん、調べ歩くところ、うん、なんかこうみんなのこう一生懸命さ、うん、と、あと思いやりとか、そ、うん、れがなんか行動になってていて、うん、で一つ一つあの丁寧にやっていく。<laughs> まあ人柄も出ていて、い、うん、う次を生んでいくっていう素晴らしい気だったですね、うん、それぞれが。うで,ねうん、で、生き生きしてるんだよね。うん。あだかよかったね。そうですね。あの最高コーさんは、でんさんが、これは俺ら詳しいんだつっ,てわーっ,て入って、私打ちに入って,て追いかけられるっていう。<laughs> <laughs> 昔の感覚なんだろうね。多分ねだから、ね、昔の <laughs>。

うん、はい、はい、で次が36分、はい、まあ、そんな山崎さんと松下さんと岸井さんの学校での話し合いのところ、うん、まあこれはゲームっていうのは良くないんじゃないかって、まあ、言われてからのところなんですけど、うん、やっぱそれぞれがあの相手を変えようとするっていう、うん、でそれが本当に真摯にあのストレートに。 表現されている強い行動があって、うん、いい演技でしたね、うんうん。で、なんか岸井さんのかばいに入るところも、うん、なんか相手を思うというか、うん、気にしているしなんかそういうのがにじみ出てくるような、うんうん、素晴らしいところでしたね。うん、そうねいやー、ここもね。うん まあねでもまあこの偏見っていうのは、うん、なんかずっとあるんだろうねやっぱねまあでも多分そうですよね、うん、まあもっともうすごい若い子たちはそういうのがないのかもしれないけどねうん、うん、なかなかなあるよなって思いながらまあそうですよね多分このゲームに対してだけじゃなくてまあいろいろな偏見があってっていうところですよねまそのの人間の うん、様というか、うん、まあそれぞれがいろんな偏見を持っていてそれぞれがやっぱり分かり合えないところがあってっていうところですよね。うん、うんはい、でそのあと山崎さんと松下さんが、まあ、お金が手に入ったと。はいうん、でそっからね、あのー、アトム玩具をはい、あのー、スタジオをもう一回ね買い戻して,、ねうん、戻してでついに来ましたね。 はい。アトムの子。<laughs> うん、あ、そうですよね。<laughs> そ,うそ,うそう。うタイトル回収というか。う<え>で、ここからみんなをこう集めるんだよね。まねうん、で、そこがね、やっぱね、強いつながりの見えるね。で、みんなもう嬉しいから、ね。うん。あの弾けるようないい。 なんだろうな、体のエネルギーで、で、そこでまた感応し合っているっていう、で、もう一回ここからやり直すんだっていう、ね、熱のいい演技でしたね。いや、いいですよね。やっぱりこう、ね、やっぱ熱くなるいいシーンるね。頑張れってなるな。いけってなるいいとこだったね。やっぱ負けるな、頑張れそうなそうそうそう。 いや、よかったよね。いや、確かに。でも、やっぱじいちゃんズはね、やっぱね、うん、集めたくなるよね。そうですね。<う>ああ。やっぱいい味出てますよね。まあ、もちろんね、あのー、 クリエイターとしても素晴らしい人たちなんだろうけどそれ以上になんかもういい人なんだもんなそうですねあのにじみ出る人間性あれはやっぱもう一回一緒にやりたくなるよねうん金うんぬんとかじゃないもんなうんんかわかりますよねわかる素晴らしいとこですよねあのアトムガングのみんなが持ってる雰囲気とかそうですよね <laughs> で風間さんの匂いを嗅がしてくれっつって <laughs> 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 あこれこれっつって <laughs>。 何をやっとるんだってう。何をやってんだけど。でも確かに何かわかるな。んかだから体がさすげえ響いててさ嬉しいとかさなっつるからさすげえ正当化されるんだよね。嘘がないからね。なんでしょうね。でも確かに何か喜びの表現はしゃいじゃってもういも嗅いじゃうぞみたいなね。 いやわかるよね、なんかね。でも確かにわかるっちゃわかる、すそれ。もうすげえ嬉しいんだ。動物だよ。喜んで匂い変えちゃうっていうのねゴールデンレトリバーみたいなものすごい。おなんだなんだああ、久しぶりだ、久しぶりだうわ、う嬉しい。 本当です素晴らしいですよあいや。いいシーンですよね。いいシーンです。はい。はい、そんな、はい、頭トムのこう第6話のちょっとベストシーンを上げていきましょうか。はい、やっぱね、<laughs> ベストシーンは、ねまあ、今言ったところなんですけど、山崎さんと松下さん、岸井さんがお金を手に入れて、うん、でスタジオとしてねまたここを買い戻して、うん、もう一回みんなで うん、ここから始めるんだっていう、うんで。我々はアトムの子なんだっていう。そうん、嘘っていうところですよね。いやー、本当そうですよね。ペストシーンはここですよね。うん、で、みんなを集めて、で、みんな嬉しいから、もうめちゃめちゃこう体がこう、なんかね、うん、<laughs> エネルギーが、用のエネルギーがめちゃくちゃあって、うん、でもう一回みんなでここからやり直すぞっていう。うん、素晴らしい演技でしたね。うんあ やっぱいいとこですよね。もうバラバラになった。アトムな何とか復活させる、ね。そうです、そうですよ。アトムの子として立ち上がるっていうね。うん。もう発見年じゃないけどね。もうね、<笑><笑>集めてって集めてって<う>。<笑><笑>そう。ね、もう瀕死の状態から再び <laughs> <laughs> 集まって立ち上がるっていうね。素晴らしいところです、ね。いいところですよね。うん。うん いやいいねもうわかりやすく胸熱になるっていうのがこうアトムの、うん、このいいとこだよねそうですね、うん、やっぱ展開の巧みさというかね、うん、やっぱそうですよねこう大ピンチが訪れて<ー>もう死にかけながらもなん<あー> <laughs> とかしてこう復活してなん <laughs> とかしたっていうのはね, <laughs> ね もうそのたびにね、いいシーンが続くもんね。うん、そうですよね。めちゃめちゃシンプルなんだけどね、トン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 ってなってるだけなんだけど、もうそれが欲しくてたまらないっていう。そうですね。それも心地いいし。心地いいね。うん。そうなんですよね。世界みんないいやつだっていうね。 うん。ここが素晴らしいですね。そう。やっぱ応援したくなる。応援したくなる。うん。本当にそう。ところですよね。うん。そこはやっぱ巧みなところですよね。はい。はい。というわけで、えー、アトムの子の第6話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。